高視聴率を記録したヒーロー特別編からはとびっきりの頑張ったシーンをどうぞ。無実を信じちょります。まずはこちら。滝田さん負けんでね。部長遅いっすよ。部長電話が鳴り止まなくて。送りよ、もう早く終わらせろ。不起訴でいいだろ。でもな、出したのは過剰防衛だとお考えなんですか。あ、綾瀬さん。あ、綾瀬さん、じゃあ傷害致死で起訴か。はあ、多分裁判で執行猶予つくますからね。よ、すいません。ごめんなさい。あー、うまくいってたのにね。ごめんなさい。次頑張りましょう。お次はこちら。クリュウさん。クソ、あんま大声出すなよ。魚逃げんだろ。クリュウさん、お昼は。あ、サンキュー。空振りでしたね、強制捜査。あ、こんなをおった田舎じゃ。すいません。もう一回頑張ろうね。以上、ヒーローからでした。まずはこちら。地元の人間をどんどん雇ってくれて、今じゃ町の人間の半分が鴨居産業に関係している。半分。貿易がメインで、他に、バス、タクシー、ホテル、病院、レストラン、スーパーマーケット、全部鴨居。言うなれば企業城下町だな、ここは。おかげで失業者は少ないし、犯罪も多くない。あ、だからちょっともう一回やろう。確かに言ってましたよ。落ち着いて。レストランにスーパーマーケット、ね、全部鴨居。言うなれば企業城下町だな、ここは。おかげで犯罪は少ないし、大した犯罪もない。だから私たちは暇。あれ、間違えた。僕は間違えました。すみません。すみません。僕です。そうだろうな。はい。そうだろうな。仲良くやってくださいよ、皆さん。菅原さん。続いてはこちら。珍しいハプニング。どうしたんですか。今仕事中でしょ。どうせ暇ですけ。見送りに来てくれたんでしょ。あれ、なんか鳴ってますね。あ、これ、せめつみ。あれ、あ、続けちゃう。あれ、止めないの。あれな、すいません。名物といえば、このぐらいしかないです。もう無理です。ですよね。なんかいい感じの明るい現場ですね。あ、ちくしょう、なんだよ。以上、ヒーローからでした。